今目を拭きたてです、兄ちゃんの目。こんばんは。カーテンが。こんばんは。はい。今日もこんばんは。テロップ書きます。今日も、はい、こんばんは。あ、まこがミートソースこぼしたパジャマ洗って、こんばんは。おつまこ、おつまこです。ぐっちゃん、おつまこ。げんちゃさん、おつまこ。ちょろいみのさん、こんばんは。さっちゃん、こんばんは。まこさん、こんばんは。ガンズンさん、こんばんは。まこパープライさん、こんにちは。ターチさん、こんばんは。あ、行っちゃった。デイクさん、こんばんは。まこグルーさん、おつまこうに。おうくんに、あきらさん、おつまこう。はい、ちょっと遅れたわ。こそう、ごめんなさい。あのいくらパイセンの、あ、鼻拭いたり、お兄ちゃんの目の下拭いたりしてたらちょっと過ぎてしまいました。ごめんなさい。なんか雨めっちゃ降ってる、きた。ね。あ、ね、雨が降ったり止んだり、降ったり止んだりっていう感じです。こんばんは。椅子の向きが変わった。これ回転する椅子だから。ね。うちゃん、床座ってないで、お椅子座ったら。いいよって感じ。お兄ちゃんです。こんばんは。こんばんは。多分ね、今日あんまいてくれないね。今ご飯食べてきたばっかだから、あのね、あと私が今目をふきふきしたから。かわいい。スリスリしてます。かわいい。かわいい。お、いくらパイセンがやってきました。乗るか。すごい懐いてるわね。懐いてます。でもいいちゃん、あんま抱っこ、うん、あ、まあもうちょっと待ってみよう。いくらパイセンのね、ケージをお掃除してたから、みーちゃん今興奮気味です。ダメよ、いじめちゃう。兄はね、いくらちゃんのこといじめちゃうんですよね。むちゃんびっくり。兄が顔拭き。ね、人の手を使って顔を描いてる。降りた。いくらパイセンって軽いな。小さな猫が来ました。すごい、ウニよりも。びっくりした。びっくりした。カシャンカシャンって挟んでるスタンドがカシャンって外れて怒っちゃった。ごめんなさい。いくらパイセンです。あら、今日は猫たちみんな降りてっちゃう日ですね。うん、行った乗った。そう、山穂三号さん、クマありがとうございます。ゲッチャさん、ハートありがとうございます。テイクさん、いいねありがとうございます。トシさん、クッキーありがとうございます。ぐっちゃん、ハートありがとうございます。げんちさん、ありがとう、ハートありがとうございます。こばもありがとうございます。やまほうさんごさん、かわいいありがとうございます。ぐっちゃん、だるまありがとうございます。
まあ、今うにちゃんご飯食べに行っちゃった。今ねまだちょっと夜ご飯お皿に入れてばっかりだから、あのそう今すぐ食べに行っちゃいます。いくらちゃんもっと見たかった。いくらちゃんはねあのあんまりお元気じゃない感じ。よいしょ大丈夫ですか。いくらパイセンはねもう結構おばあちゃんですちょっと増えた。痩せてます。そういくらちゃんはもうガリガリおばあちゃんだからもう 18? あなんかすごい。どうしたの、さっき拭いたのに。これ大丈夫ですか。目の下がね、取れたかな猫の目やに取る配信は良くないですそう猫の目やに取った。こんばんは。普通の猫見て安心しましたそういくらちゃんは割と普通の猫ですね。あ、ウニが帰ってきた。座ってくれました。あのね歯石取りやばい猫が入ってきた。ウニが下からイクのこと見つめてます。なんで私の席座ってんじゃないよって感じの顔で見てます。怖い。こんばんまこ、ウニちゃんに星投げようかお願いします。飛びそうなパイセン。イクラちゃんはじめまして。はじめまして。ネクラちゃんは普通のにゃんこです。鼻とかにブチがあります。黒いブチ8割で鼻に黒ブチがある。緊張が走る。そう今緊張が走っておりますぐっちゃん小判ありがとうございます。だるまもクラパイセンだとだるまあんまない。だるま感ないねありがとうございます。ありがとうございまこ。修羅場ってやつ。そう修羅場ってやつ、修羅場ってやつよ。タラちゃんはいませんいくらブレスに。いくらパイセンはなんかパンダみたいにさ目元が黒いからさ目があるかどうかわかんないんだよねなんか鼻にご飯ちょっとついてない。パイセンのアバターまだあのね一応アイスクリームの昔作ったアバターにはウニとイクラどっちもいるんですけど、イクラパイセン単体で作るとなると真っ黒になっちゃうから、ウニとイクラが2段いるぐらいの構成にしないとね多分無理です。そうこれです、ウハクマさんのやつです。これはちょっと私失敗しちゃったやつで、背景可愛いのつけようと思ったら当時っていうんですか、なんか背景透過してるアバターめっちゃ流行ってたから、そういうの作ろうと思ったけどなんかうまくできなくてすごいちっちゃいアバターになっちゃったっていうねやつです。トシさんハートありがとうございます。ハートありがとう。はい、トシさんかわいい、ありがとうございます。当時かっこ江戸時代江戸時代じゃないです、当時って言っても1年か2年前ぐらい。あ、見えちゃった。ウニちゃんに威嚇して降りていきました。古い時代の、そうそう逃げました。つまこショールーム歴なんね、わかんない。 SK は1年。今日はまつげを何も塗ってないっていうか何もしてないです。だからちょっと目があんまって感じです。今日はつまこちゃん一人になってしまった。ウニちゃんもいます。でかでかいなあなた。重たい、重い重いよ。ウちゃんね、イクラちゃん持った後にウちゃん持つとすんごい重たい。何突然
やめなさいやめなさい、背もたれ舐めてる急に。はい。カメラ目線だねあなた。ちゃんと体の太さが全然違う。もう全然体の太さが違いますね。アイさんもうダンベル並みに重い。もうすごい重い、超重い。多分4キロになっちゃったかもしれない。ちょっと後で測りたいけど、貫禄貫禄貫禄って、子猫時代のウニはどこや。ほんとよ。 SK メンバーのペット総選挙したらウニがトップかも。トップかも。うん、ウニトップですよね。米袋 3.7 くらいだったのに。そう 3.7 くらいだったかな。4キロになってそう。なってないかな、大丈夫かな。うちの 8キロにはまだ遠いから大丈夫。8キロは良くないね、やばいね。8キロは重すぎる。食欲旺盛。そう、うちゃん食欲旺盛すぎて、うん、他の猫をいじめ始めちゃうから失格したらあるにね。他の猫いじめちゃうのかな、ウニさんは。今のところね、イクラパイセンのことはいじめてます、ウニちゃんが。ビリーズブートキャンプが必要。ビリーズブートキャンプって何ですか。ウニ、わしが天下じゃん。ウニはもう天下取ってます。今日雨でもうね、湿気が半端ない。もうね、髪がね、やばいです。今日のウニちゃんご機嫌ですか。まあ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 って感じです。ビリー体重、昔流行ったエクササイズ、エクササイズ、へえ。知らんです。ちょっといくらパイセンのことをね、ちょっとちゃんとあのしまってきます。チュールはまだあげてない。でもね、昨日も一昨日もあげちゃったからさ、今日はちょっとなるべくあげないで避けたいなって思うんだけど、どうしよう。猫をしまうという表現、猫をケージにちょっとしまっちゃう。あ、すっごいちっちゃい、こんなちっちゃいケージとかに入れてないですよ。結構デカめのやつにいます。おトイレも入るやつ。ウニちゃん行っちゃった。ちょっとイクラパイセンのご飯が横取りされちゃいそうなので、ちょっと対策してきます。あ、ありがとう。ママが来たから、ママがやってくれました。ウニ旅立つ、ウニ逃亡。ウニ食べてないです。食べてないよ。手のかかるウニさん、そう、あ、ウニちゃん自分のご飯食べに行った。え、なにこれ、初見ってマークついて、なに、ゆうきさんチャオス、これなに、これすごい、なにこれ、初見だと初見ってマークつくようになったの。なんだろう、この初見って名前にねついてるの。本当に初見の人には初見ってマークがつく制度になったの。これ確認してるけど、またカリカリだ。カリカリ食べてからチュールなの。え、ゲゲオフチュールあれあげちゃうの。もうさ、昨日もあげたからどうしようと思って。いいの、え、見ちゃったもん。だって見ちゃったもん。かわいそう、かわいい。あ、でもあれウェットあげてないんだ。あ、ウェットあげてないんだ。じゃあいいか、カリカリしかあげてない。カリカリ、ウェちゃん乗っておいで。な、口元なんかついてたよ今。ポロッと落ちたけど、なんかじゃ、はい、あ、ちょちょちょ、重たい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 。はい、うーちゃん、僕にも初見ついてる。ついてないよ、初見じゃないでしょ。今日も勢いがすごいですね、お兄さん。ちょっと待って、開けるね。どっから開けるの。あ、ここからか。はい、はい、初見です。だってあかつきさん初見です。こんばんは。ちょっと初見の方は衝撃を受けるかと思いますが、ぜひぜひルームフォローしてってください。え、本当に本当の初見の人には名前に初見がつくってこと。本当に
ね、どうなんでしょう。初見です。違う、みんな嘘や。ついてない、青いマークついてないぞ。15分経過しました。41日連続配信中、イエーイ、ありがとう。やったね、連続配信中です。ウィンさん初見なのに初見ついてない。ショールームがそういう仕様になったみたい。初見マークがつくんだ。でも星集めで全然見てないけどルーム入っちゃうとかだったらね、あるかもしれないし。初見の定義は難しいですよね。初見にも遠慮のないようにさ、そう、初見の方にも遠慮なくチュールを食べさせていただきます。41日連続配信おみまこありがとう。ぐっちゃん馬ありがとうございまこ。はい、なべかつさんハートありがとうございまこ。もっくんもハートありがとうございまこ。今日も安定の初見は自己申告制で。いない、こんばんは。星集めだけならコメントしてこないでしょ。あ、初めてコメントする人にだけ初見がつくってことなのかな。クラパイさんもチュール好き。まあまあ好きです。遠近法使えばさ、ウニ怖っ、ウニ怖っ、ウニより小顔になれるかも。動力すげ、初めてルームに入った人迫力か、迫力すげー。遠近法が効かない。猫目がすごいね。猫目がすごい。そもそも顔の大きさそんな変わらない、こんな感じ。ちょっとそこまで変わんなくなってきた最近。そんなわけないわ。兄さんの目つき怖い。昔より黒目小さくなった。誰が、マコでしょうか、ウニでしょうか。あの多分昔よりちょっと黒目ちっちゃくなったかも。黒目大きくなって、でも今日、今は割と大きめになって、なんか鬼みたい。鬼滅って感じ。すごい。ヨルちゃん初見こんばんは。こんばんは、どうも。ぜひルームフォローしてってね。チュールの CM ぜひぜひぜひ。ウニの呼吸。ニサも離れ目 3.6cm。 3.6 もなさそうね。夢中です。ニちゃんドラゴンみたいな目、確かにドラゴンの目してますね。子猫の時から変わるものなの。黒目の大きさはあの光によって変わります。あの電気とかがついてたり、昼間とか日光とかが明るかったりすると瞳孔が小さくなるっていうので、あのこの白目っていうのかな、黄色っぽいこの瞳じゃない部分が広くなって怖くなるけど、暗いとことか薄暗い部屋とかだと黒目が大きくなって可愛くなります。人間もね、この黒目の中の瞳孔が開いたり閉じたりしてますよね。そういう感じ。チュールの CM が作れるアプリがあるらしい。ぜひちょっと作って作りたいな。自分も猫飼おうかなとウニを見て思う。あのどんなとこにペットショップに行ってもウニみたいな猫は本当にいないと思う。最初の子猫の可愛すぎる状態もなかなか現れないと思うし、このヤバい猫もなかなか現れないと思う。エキゾチックショートヘアならウニに近いのがいるかもしれないけど、スコティッシュフォールドではね、なかなかこのウニには出会えないと思います。このお菓子の猫、ウニはね、ウニみたいな猫は現れませんね。ポケモンでいう色違いみたいな。イクラパイセンが泣いてる。どうしたの？
ラパイセン、イクラパイセンもね今ご飯あげたんだけどね。やばい猫屋さん。猫と会話、わらわら。猫と会話しないのみんな。猫飼ってる人って猫と会話しないのみんな。ねえ会話するよね。すごい、すごい舐めてる。イクラパイセンにも注意を。イクラパイセンはなんていうの、緩くなってしまうのでトイレが、イクラパイセンの。だからね、よくなくて液体のあげたら、あんまり今。昔はずっと液体のやつをあげてて、ウニはふやかしたカリカリしかあげてなかったんだけど、今はカリカリとたまにベッドで、たまにチュール、たまにチュールとか。ショールームしないときは全然チュールあんまあげない。爪切れした後はチュールあげたりって感じ。兄さん花粉症大丈夫？花粉症なの？ウニ花粉症ってことにされてるの？かわいい。チュール食べた時のウニが一番かわいいです。そう、チュール食べた時のウニが一番かわいい。ほら、かわいい。かわいいですね。ウニ、わい、おいしそうに食べるやろ。ウニのセリフ入れてきた。ウニ毛が鼻についちゃって、やばい。だんだんかわいく見えてきた。かわいく見えてきたっていうか、ウニはかわいいんですけど。なんで？画面見ながら食べてる？あ、目に当たっちゃった。ちょっと大丈夫？こっちの目。あ、大丈夫だった。開いてた。ウニ取れ高十分だろ。さっきね、めっちゃ目の下拭いたんだけど、チュール食べたらまた涙出ちゃって、涙だけになっちゃう。ね、美味しかったですか？美味しかったですか？これ舐めてるってことは、すっごい美味しかった時ってこうやってめっちゃ口をこうやってほらベロベロするんですよ。こうやってこうやってこうやってめっちゃ舐めるんですよ。はっこって。美味しかったものとかはこうやってします。昔カスタードシュークリーム食べてたら、ウニが生クリームをちょっとだけ舐めちゃって、ほんと危ないからすぐダメってやったんですけど、したらすっごい美味しかったみたいで、なんかちょっと、あらあら、うちゃチュール食べたのに立ち去るのはあんまりよろしくないと思います。ここで寝ていてください。苦しゅうないですか？苦しゅうない。はい、玉ねぎ食べさせたらダメ。あ、食べたらダメダメダメ。猫生クリームダメなの？ダメじゃない？牛乳とかも猫用とかじゃないと良くないじゃない？違う、怖いので人間用のものあんまりあげないかな。イクラパイセンはカニカマとかホタテとかめっちゃ好きなので、昔ちょっとだけあげてたんですけど、ウニはそういうのは欲しがらず乳製品が食べたくなってます。さっき私がヨーグルト食べようとしたら、すっごいね、横で隣で寝っ転がってたお姉ちゃんを潰してまで登ってきて、何それって来たから。そうそう、牛乳は良くないからあげないんですけど、匂い嗅がせるぐらいであげないんですけど、すごい乳製品が好きです。いくらサヤタソ潰した、もうサヤタソの背中を潰して乗っていきました。猫は必ずしも魚が好きではないし、ウニは全然魚そんな好きじゃないです。手ベルベルしてる。毛づくろい中ですね。かわいい、かわいい。なべかずさん、星のクッキーありがとう、ありがとうございまこ、ありがとうございまこ。ケニアさん、尊い、ありがとうございまこ。 CD 大好きさん、クマありがとうございまこ。クマ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 ありがとうございまこ。ぐっちゃん、げんちゃさん、小判ありがとうございます。ありがとう。ウニさんだとハートが作りやすそう。作りやすいですね。野々村、兵庫県議さん、初見です、こんばんは。初見こんばんは。ぜひぜひルームのフォローしてってください。お願いします。ウニちゃんレギュラー、まあ1週間ぐらいはレギュラーです。はい、
名前草なあ、ほんとだ、確かに兵庫県。この初見システム羨ましい。確かにね、もっと早くに初見システムあれば結構よかったんだけどね。何が主役何が主役ですか。毎日中日は3日目。常連マークも欲しい。あ、確かに閲覧数100超えぐらいになったら常連みたいな。でもそれはそれでまあなくてもわかるからね。今度新しいアカウント作って初見にするのか。それはせこいよ初見のためにアカウント作り直すまである。そういうこと。そんなにみんな初見がいいのねえ。猫キャット食い逃さなかった。あ、今日あれ買ったんですよ、プリンタルト。あの本当に美味しい山崎のやつかな。今日イトーヨーカドーみたいな行ったんですけど、そしたら売ってて嬉しかった。あの初見詐欺やね。そう、本当の初見詐欺よ。またプリン買ってる。あのイタリアンプリンタルトっていうやつがあって ありまして、前に食べて美味しかったので今日買いました。サウナハットは何。サウナハット、突然サウナハットなんで出てきたなんて読むの。 PERCY パーシー8192、わかんない。3、初見です、初めまして、かわいいです、ありがとうございます。初見マークの方ぜひぜひルームのフォローしてってください、お願いします。あとね、星を1個でも投げるとこのかわいい猫のアバターがもらえるので、ウニちゃん、この子のねこっち向いた見返り美人ですかね。このウニちゃんのアバターがもらえるのでぜひぜひ着替えてくれたら嬉しいです。パーシーさん、ほーん、初見詐欺はおこまこ。そうよ、でもアカウント作り直すまでしてきたら本当に本気度がすごいのでちゃんと読んであげるよ。名前で話する。ピーチさん、あなたはピーチさんじゃないの。そういうこと。ウニ、名前で反応するウニのことか、びっくりしたそういうことか、あなたの名前が似てるから反応したってことかと思っちゃったごめんなさい。初コメントのみ初見マークというわけじゃないのね。そうなの。あー、確かにその日一日は初見マークつくんじゃないね。ウニルームはここですか。マコルームです。ウニにね乗っ取られてる初コメントした日だけかな、そうっぽい。はい、シュウさん初見です、イコパアリーナのメッセージカードありがとう。お、受け取ってくれたんですかね、初見で見に来てくれてありがとうございます。ぜひルームのフォローお願いします。そしてこの星を一つでも投げたらもらえるウニアバターをぜひぜひ来てください、お願いします。ウキョチさん、アバターもらいました、はじめまして、ありがとうございます、ぜひルームフォローお願いします。見返り美人ならも見返りにゃんこまた見返りってるよ、うちゃん。ハッシュタグウニルームでつぶやけばいい。マコルーム、おつまこルームですよ、ハッシュタグ。それかおつまこメール、おつまこのねモバメ、モバイルメールっていうんですかね、スケイメールを取ってる方はぜひぜひおつまこメールで返信してみてください。読みます、読んでます、いつも。新機能の名前初めて知ったね、私も今日初めて知った。今日から導入ですかね、昨日はなかった。ウニ毛がかゆい。ヤマッホ3号さん、小判ありがとうございます。ゲンチさんハートありがとうございます、ありがとう。ビギナーマークまで、え、何ビギナーマークあるの。アバター星投げたにもらえない。あ、それってもしかしてすでにもらってて、アバターのとこの一覧の奥底に入ってるとかないかな。ぜひ見つけたらね、あの試しに自分のアバター一覧をねめっちゃ探してみて、それをお気に入りしておいて、あの着替えるのをおすすめします。すごい初見の方いっぱいですね。しゅうきさん初見こんにちは、ぜひぜひ右上のハートピンクにしてルームフォローしてってください、お願いします。
してこのね、このウニちゃんがモデルのこのウニアバター星を1個でも投げるともらえるので、ぜひぜひ来てみてください。ゆういちろうさん初見です。ウニさん可愛いですね。ルームフォローしました。私はぜひぜひ右のハートピンクにしてルームのフォローお願いします。ぜひこのウニちゃんのアバターも来てくれたら嬉しいです。しょうゆことさんハートありがとうございます。ありがとう。ウニちゃん可愛いよ。ウニちゃんうつすう星のコルペットさん、はじめまして。はじめまして。ぜひルームのフォローお願いします。ウニアバターも来てくださいね。称号、大富豪みたいに称号あればいいのにね。 DD マークとかちっともこ、そうよえ、なに、ビギナー、ビギナーあんの、すごい。ラーメンおじじさん、初見やで。ビギナーマークだって。アカウント作り直したのがバレバレってことビギナーってことはね。えすごい。探してみるの、ありがとう、ありがとう。ウニアンバーぜひ来てね。僕は DG じゃないので他の候補。あら、でも自分でさ称号付け替えれたらいいのにね。なんていうの、大富豪みたいに何を、あの何々ちゃんを推しメンにしてゲームを何回やったら称号をもらえるとかあるんですけど、なんとか一押しみたいな。だから大橋山子のルームを何回視聴で、あの称号ゲットみたいなね、そういうの欲しいな。なんていうの、ギフトなんとか投げたらなんとか推しみたいなとか、閲覧なんていうの、回数、視聴回数何回超えでなんとか単押しとかね、なったらいいね。大富豪みたいな称号欲しい。まこちゃんのときめき訪問回数ランキングあるもんね。本当すごい、そんなのあるんだ。それはそれで DD がバレそうダメやん。つまこのロマンス、こんばんは。まこちゃんこんばんは。ウニさん推しの称号、ウニルーム作るしかね。もうね、モフモフ尻尾がモフコよ。いくらのときめきはレアめっちゃレア。ウニおねむ、おねむです。はい、 DJ 卒業しました。まこ単押しになったってこと、ありがとう。今日もニットだよ。ニットが好きなの。あ、確かに日々ニットですね。なんかお家で配信するときニットが一番楽だから、ニットばっか着てます。実家でね、ね、ワンピースをいつもお出かけするときはニットとかワンピースとかが多いんですけど、これはニットワンピーなんだけど、配信のときは上だけ着替えられたらいいなと思ってニットが多いです。じゃあ明日はトレーナーとかなんか可愛いの探してきます。ブラウスとかね。でね、黒いものが多いから、黒いものが少ないのはニットかなと。そう、ニットの鬼大橋真子、なんで鬼なの。泣く子も黙る、それも可愛い、ありがとう。大輔くんさんハートありがとうございますハートありがとうございまこ、本当ありがとう。もしかしたらいじないですか。パジャマ入ってました。お兄ちゃん眠そうだね。寝てます。げんちょさんハートたくさんありがとうございまこ、ありがとう。よいしょ、うに寝そう、うに寝そうですね。ニット可愛いから毎回ニットでいいわ。いいの、ありがとう。コナちゃんが大橋ジャージよく着てるってモバメルで言ってた。本当、大橋ジャージよく着てます。公演の時にレッスン着で着たりとか、レッスン着持ってきたりとかするじゃない。そしたら大橋ジャージを着てきててココちゃんがすごいね。そういう時は、お、今日大橋真子ジャージ着てるのになんでそれ言ってくれなかったのみたいな。そう、
可愛いんですよ。大橋ジャージ返せよって感じですね。いいの、私ジャージ全然着ないから。なんていうの、中学校のジャージ全く着てなくて、本当に全然着ない、なんか着る発想がなくて、全然わかんなかったからね、びっくりですが、確かによくよく考えるとお姉ちゃんも高校のジャージとか着てるなって思って、そう上向けなかったね。老舗のジャージ屋さん。なんでよ。ココちゃんはジャージ大好き。ウニ寝顔は可愛い、寝顔は可愛い。逆にビギナーのラーメンおじさん、タコありがとうございます。これで正解だと思う。ん、美味しそう。え、美味しそう。なんか今日スーパーで塩昆布買ったんですよ。キャベツに乗せて食べるのがちょっと夢だったので塩昆布買ったんですけど、幸せ、ママが作ってくれました。あ、レベル上がってしまった、また延長になっちゃった。ウニがめっちゃ反応してる。ウニが反応した。ガンズさんハートありがとうございます。塩昆布に反応、うん、塩昆布に反応して、食べ物にはとりあえず反応。それって美味しいんですか。美味しいんですか。塩昆布町ウニ、え、美味しそう。かわいいかしら、ね、美味しそう。見て、海苔みたいだけど塩昆布だよ。ごま油とみたいです。夢、これは。ありがとう。それで正解、正解でしょう。いただきます。もぐもぐ配信です。急に昆布少なくない。そう、しょっぱいからね、塩昆布、塩昆布だから結構しょっぱいので。いただきます。ウニ、草には興味ない。うん、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 うちの猫キャベツ好き。え、猫キャベツ食べるんだ。でも猫って猫草食べるとか雑草食べるとかいるよね。あの外にも行く猫ちゃんは。いや、別のものを見てる。しげちゃん、ごめん、あのお父さんが食べてるあのスパゲティに反応してるか。それうまいって聞いてる。それうまい？絶対興味ないよ。お父さん、お父さん。ウニ、それいらん。寝ちゃった。そう、お父さんのこと呼んでる。めっちゃ爆笑じゃんみんな。聞かなかったことにしといてください。しげちゃんさんってアカウントなかったっけ。それでもココちゃんのとこだけど全然別人です。知らん人です。普通にあの知らん人って言ったらあれだ、普通に家族ではない人です。普通に、うん、ふん。うん、ラーメンおじさん初見になってる。ビギナーから初見になった。ランクが上がったからなのか分かんないけど、ウニサラダよりチュールやで。大橋家の名前が続々ダメ、うん、大丈夫、フルネームじゃないんで大丈夫っす。晩ご飯それだけ。いや、あれ食べる。なんかお父さんはミートスパゲッティだけど、私はミートドリアを食べたいと思います。うん、ふん。ココナさんはジージからニャーと呼ばれてる。うん、聞いた。それ謎じゃない。
にゃーって謎だよね。こんな感じだけど、おばあちゃんからココちゃんにゃーって呼ばれてるの可愛いよね。うん、うん、ココナ、ココニャ、ニャニャ、ココニャでいいやん。なんでココニャって呼ぼうとしたんだろうね。なが言えなかったのかな。かわいい。ココちゃんはマーって呼ばれてそう。マコーマーみたいな、マーって感じで。猫からはマーって呼ばれてる。マーコーコーおかしいわ。うんふん、うんうんふん。猫から呼ばれるのか。うん、いくらパイセンはマコがいなくなった時とかマーって呼ぶらしい。マーって呼んでる。マーニャー、それはニャーでしょ。マーゴーみたいな、マーって呼ぶ。なんか悲しんでる時に呼ぶみたいな。あ、美味しいです。塩昆布、塩昆布のキャベツ、スーパーで塩昆布が売ってて食べました。うんうん、確かにちょっと塩昆布少なかったかもしれない、わかんない。うん、でも大丈夫。いや、もう少なくなってきたからキャベツが大丈夫っす。じゃあこっちに塩昆布足した方がいい。うんうんうん、いや味の薄いか濃いかを聞いてる。これちょうどいい。食べたい塩昆布。うん、もう家族全員来ました今。そう、東京のキャベツも美味しい。うん、美味しいです。普通に私キャベツ好きだから美味しい。うんうん、ご飯それだけ。うん、これから食べます。うんうん、大橋家にご飯食べにお邪魔しようかな。みんなみんなご飯食べに来な。ガネちゃんもぐもぐしてるんで、みんなも夕飯一緒に食べてください。先に野菜を食べると健康にいいみたいな、わかんないけど。うん、うん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 。白目じゃん。白目です。ウニ起きた。ああ、頭グーンってした。実家の音癒される。癒されますか。ねえ、お母さんのロールキャベツ食べたいね。美味しい。ロールキャベツは東京ではちょっと今日は食べず、愛知県で食べようと思います。名古屋に帰ったら食べる。キャベツが絶対ね、美味しいやつの方が。3600人で伺いますね。3600人がご飯食べにうちに来るの。いやー、すごいよ。入りきらん。お子ちゃんと兄弟いる。お姉ちゃんがいます。塩昆布めっちゃ美味しい。塩昆布めっちゃ美味しいね。あ、常温なんだ。でもさ、スーパー常温出てて。ね、常温で売ってた。常温だった。うん、棚に。じゃあ常温で。うん。
みんなもぐもぐタイム。家族全員もぐもぐしてます。これさ、普通にあったかいご飯になってもぐもぐ。あ、美味しそう。ママやってよ。ね、やってよ。マコピより先に夕ご飯味噌カツ食べてます。味噌カツいいね。名古屋味噌。あ、もうママの生姜焼き食べたい。あ、美味しいよ、ママの生姜焼き。懐かしき生活音。生活音です。はい、山本さん、号さん、ハートありがとうございます。そう、実家は世界遺産。ゴロ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 。ああ、実家が世界遺産になんねえかなってやつでしょ。ウニさん、ゴロ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 してます。ウニ世界遺産だよ。ハブラはお醤油のとこに入ってる。はい、ウニちゃん。ガンツンさん、音符ありがとうございます。私半からやったんだよね。だから7時半になったら終わろうかなって思いますよね。クオリティ上がってる。ゴロ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 。今日も平日の昼間からゴロ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 。めっちゃ面白い。これ完成度上がってますか。飯尾さん調べた。見た見た。ズンの飯尾さん。ウニ、あー、チュールが無限に湧いてこねえかな。ゴロ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 。ダメだ、ウニちゃん。面白い。味噌カツの中でも味噌ヒレカツは絶品で、まこちゃんもぜひ。あ、味噌ヒレカツ美味しいな、絶対。ウニ散歩まだ。ウニはお散歩しません。タケリアさん、タコありがとうございます。私今日雨降ってたけど今日もお散歩してきたよ。スーパーにいろんな寄り道しまくっていきました。3月21日の明石が延期のお知らせ来ました。あら、悲しい。まあ、悲しいけど、まあ今も本当に危ないからね、できないですよね。傘さして、うん、傘さしたり、ささなかったり、さしたり、ささなかったりしてきました。ぐっちゃん、初見です。ビギナーマークついてる。作り直したんだ。みんなどんだけ初見になりたいの、本当に。なんでそんなに作り直したの、すごいわ。女の子だし、アバター。男の人でしょ。楽しいお話し中失礼しました。初見でチヤホヤされたいの。ゾンビさん初見こんばんは。あ、くしゃみです。なんか猫の毛。くしゃみ。今日初見です。ヒロポンさんこんばんは。初見詐欺多いな、本当に。特別扱い、別にそんなみんなに特別扱いしてない。みんな、み、あ、違う、みんなに特別扱いだから、あの、一人に特別扱いはしてないですよ。さやたそ初見で、あ、さやたそが来た時はちょっと特別扱いかもしれん。お姉ちゃん、お姉ちゃんのアカウントがコメントしたらちょっと特別扱いやけど、まあみんな特別扱いです。作り直したり初見になってなかった。あの、ラーメンおじさんと一緒ですね。ビギナーですね。はい、食券です。食券。ご飯の食券やん。僕こそ真の初見だ。本当に山下初見。いや、みんなで初見詐欺しないの。食パンですとかいるし。そう、複数アカウントはダメですよ。みんな気をつけてね。イベント中じゃないからいいのかな。子さんです。ありがとう。愛知県です。直系です。僕は 何件目ですか。知りません。福岡禁止よ。みんな初見ブームね。初見のマークがつく制度になってからみんなさ、アカウント作り直しちゃうからさね。これはいいのか、初見マークがつく制度って。千葉です。志村健です。初見王に俺はなる。タソルームフォローしたままだけど配信してる。してないと思いますが、暇すぎていつかしたりしないのかね。しないですね。岡山県出身です。手裏剣です。みんなちょっとなんか面白いね。なんかまた大喜利始まっちゃった。他県です。キリンです。もう何でも何でもですね。キリンです。他県。何の陰謀を出らない。ね、うん、本物の初見かな。ダイスーさん、僕のヒーローアカデミア。 なぜこのコメントをした。初見の方こんばんは。ぜひぜひ
無限のハートをピンクにしてルームのフォローお願いします。そしてね、このウニアバターぜひ星一つでも投げるともらえるので、ぜひぜひ使ってください。ヒロシです。なんかヒロシですの人いる。ヒロシです。ヒロシです。食べたかったんだって。作ろうと思う。初見なりすましとかなんなんね、なんなん。じゃあこれよく作ってる。さやよくこれ作ってるんだって。でも食べさせてもらえなかったんだ。自分の見たけど。あ、見つけた。食べていいよ。うんふん。さや、あ、まこちゃん。うん。うん。うんふんふん。いいよ、食べて。うん。プリンケーキ食べていいって言って。うん。うん。うん。スープ飲む、うん、プリン大好きおつまこです。はい、まこちゃん呼び、ママ、うん、ママはまこって呼んだり、まこちゃんって呼んだりしたりです。さやちゃんって呼んでます。さやちゃん、さやちゃん、さっちゃんって呼ぶときもあるし、まこちゃんって呼ぶときもあるし、適当な呼びのときはまことか言う。あつまこ、こんばんワッフル、こんばんワッフル、ワッフル食べたいな。こんばんわんこそば。まこ、今日猫ちゃんいないの？います。これ猫だよ。な、尻尾。ね、ちょっと見て、みんなこの美味しいケーキ見て、これイタリアンプリンタルト、おすすめ。これここのタルト、プリンタルトの上にイタリアンプリンが乗ってる。私の好きなイタリアンプリンに、うちの私の好きな卵プリンが乗ってる。ちょっと今食べないけど、めっちゃ美味しいのよ。これ2切れ入ってて300円ぐらい。すごい美味しい、安い、美味しい。セブン、セブン、伊藤洋華堂とか100円ローソンとか山崎って感じ。プリンの上にプリン、なんだっけ、プリンタルトだっけ、卵タルト、エッグタルト、エッグタルトの上にプリンが乗ってる。硬いプリンです。美味しいよ。昨日も食べてたのかな。昨日食べてないです。でもイタリアンプリンを食べた、半分だけ。もうすっごい、こんなだけ。イタルチアンプリンなんだそれは。プリンオンプリン。めっちゃ食卓の音が、そう、すごい家族の会話とも食卓の音がね、すごいします。はい、固いプリン美味しいよね。美味しい。妻から食前デザート食べる。うん、冷蔵庫にしまいますか。食べてます。食べません。妻子プリン食すお願いします。昨日のプリンとは違うね。うん、似てる。同じプリンかも。焼きプリン、昨日のもなんかイタリアンプリンを、すごいちっちゃいやつを半分しか食べなかった。うん、そう、おばあちゃんくれた最後派。まこ大輔くんさん、クッキーありがとうございます。まこ、イタリアンプリンって何、硬くて美味しい、なんかチーズケーキみたいな食感のプリン。母さんのプリン食べたい。前にもこプリン作ろうと、なんていうの、ネットで見つけたマグカップでできるプリンみたいな調べたんだけど、あのカラメルを作るのは大変だからメープルでいいよみたいなだったから作ったんだけど、普通になんか茶碗蒸し状態の甘ったるい卵が、そう、甘ったるい茶碗蒸しが出来上がった。でもね、冷やすの我慢しきれなくて。サスマのプリンめっちゃ美味しい。へー、でもお寿司屋さんでデザートあんま食べないわ。あの冷やすのが待てなくて、温かいまま冷やすの待てなくて温かいまま食べたから茶碗蒸しでした。サイズのねプリンも美味しいけど、あれが好き、ジェラート、バニラジェラートみたいな白いのが一番美味しい。プリン作る、そそっかしい箱食いしん坊。起きないのかな、もうウニはね、眠りについてます。なんだっけ、回復の眠りを。ねずこ、
炭治郎私炭治郎なんだっけ、なんだっけ、呼吸の仕方なんだっけ、あのさ、あのね、ちょっと鬼滅の漫画を読んでる方はわかるかもしれないんですけど、ウニはどうしてこんなに太ってるのに長いこと舞えるのみたいなそれは疲れない呼吸の仕方があるからだよって、ほんと面白かった、ブヒブヒってブヒブヒって呼吸が、疲れない呼吸みたいですマコジロ全集中の呼吸してるからに、常に全集中、常駐、全集中、常駐してんのこいつ、やば、全集中の呼吸をね、常駐してるから、実はカナオウニ実はカナオでした目赤くなる無比の呼吸、そう、透明の世界はウニはもう常に見てる、ウニを、あー、さあ、でもナス入ってる、え、チーズいっぱい、チーズだけ食べよ、え、どういうことよ、そう、ウニをです、無比の呼吸、ちょっとナスも食べる、なんか最近ね、踊ってなすぎて、あのお姉ちゃんがさ踊ってるやつを、あのそう真似したお姉ちゃんが踊ってるのをね、勝手に自分も覚えた、そう、そういう近況報告、踊ってなすぎて、踊ってるけどそんなに筋肉使ってないから足細くなった気がする、なんかね、踊れオーラオーラ、じゃあ寝てると可愛いな、本当寝てる方がぶっちゃいくになんない、昔は、でも昔と寝顔はあまり変わってないです、なんか起きてるとすごいキルキルで可愛いんだけど寝ると苦悩になるみたいな、すごい無比、苦しんでいる、すごいね、ぶっちゃいくになるっていうね感じです、まこちゃんも全集中っすよ、まこちゃんは使えない、今呼吸整えてる、はい、ぐっちゃん小判ありがとうございまこ、大好きくんさんクッキーありがとうございまこ、ペルちゃん音符ありがとうございまこ、ゲンチャさん謎の風呂敷ありがとうございまこ、ハートもありがとうございまこ、ありがとう、ちょっと30分過ぎたので、そうそう、ランキングを読んでいきたいと思います、いきます、はい、クラちゃんがどうした、どうした、どうした、あー、13位大輔くんさんありがとうございまこ、12位しょうゆことさんありがとうございまこ、11位ぷさんありがとうございまこ、10位大吉フォーテートさんありがとうございまこ、9位 CD 大好きさんありがとうございまこ、8位ぐっちゃんありがとうございまこ、7位情けの塩もなかさんありがとうございまこ、6位ゾンビさんありがとうございまこ、5位としさんありがとうございまこ、4位げんちゃさんありがとうございまこ、3位レイクさんありがとうございまこ、いい山宝三号さんありがとうございまこ、そして第1位はじゃらららららら、じゃん、ガンズーさんありがとうございまこ、ありがとう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 ございます、ウニさん熟睡してます、ウニはなんか机を見てます、遊びすぎて団長逃したのか、団長を逃さないように頑張ってください、起こされたように寝てます、寝ぼけてますね、はい、ありがとうございました、みんなありがとう、ウニアバターたくさん来てくれてありがとうございます、今日の撮ってる写真撮ります、あ、はい、ありがとうございました、バイバイ、ちょっと今からあのなんだっけ、ミートドリア食べます、玉ねぎとつまこ、つまこです。また明日ね。また明日もショールームします。毎日配信頑張りまこ。ありがとうございました。うっちゃん。ありがとう。あ、ありがとうございました。なんか10日間のイベントだって。ね、やばいね。イベント。